フィングを行う。作戦飛行はもう十分だろう。俺は早く家に帰る道がこのままじゃ見つからん。どっちへ向かって飛んでも誰かが弾を撃ってくる。見てくれ、先ほど部分的に復旧した一般のネット回線経由で送られてきた通信文にあった内容だ。エルジア急進派が軌道エレベーターに集結していると言っている。軌道エレベーターはエネルギー源だ。戦争マニアに莫大なエネルギーを与えればこの腐った戦争はまだまだ続いてしまう。これに反対する者はオーシア、エルジアの国籍を問わず集まって海と空からの飽和攻撃で残りのアーセナルバードを沈めようと言っている。そして軌道エレベーターを戦争遂行者の手から奪うのだ。ところは確かなのか。騙そうとしてるかもしれない。だが見てくれ、最後にはこうも書かれている。一人の大バカ野郎へ、この世界を取り戻したければ東大へ集まれ、未来はそこにある。大バカ野郎、聞いた言葉だ。ああ、俺もそう思う。俺はタイラー島で出会った奴らだ。元444飛行隊のあの連中だ。俺は多くの人々へ向けた戦争終結へのメッセージであり、そしてトリガーへの指針なんだ。俺はそう思う。家に帰るには行くしかないか。綺麗さっぱりさせるか、あの残った巨匠もろとも。まとまったな。俺たちに道は一つしかないようだ。この戦争を終わらすことだ。軌道エレベーターへ飛ぶぞ。東大を守るアーセナルバードをぶっ潰すんだ。速やかに出撃せよ。チャンネルで喋ってやがる。
敵にも丸聞こえだ。それしかないんだ。司令部の裏には L10 機もいる。こちら L10 機の飛行隊と自衛隊、我々は特殊班だって。こちら特殊班だ。こちらは管制下にある。こちらすいません、我々もその時期は中で運営する管制隊と未知招待しかないんだ。ミスター X を手下か。カウント、慌てるな。運転は禁止。ああ分かってる。今は生きても味方が多い方がいい。それがワイスマンを殺したやつの仲間でもな。妙な変態飛行する敵正体がいる。 UAV の再利用口、有人機がそれを率いているんだ。そこまでして戦争を続けたいのか。ジョイナー、リーダー機が落ちたら無人機の動きが決まった。なんじゃ、リーダー機がいない無人機は止まり。ストライダーワンに連れて戦況は必ず変わる。 OK、 配信始めると。今地上波放送と動画配信の両方でしゃべる。私は、いや私たちが誰なのかは重要じゃない。まず目的だ。起動エレベーターをぶっ壊そう。そしていつまでも戦争と混乱を生み出し続ける地域の生産工場への転職を止めよう。政府状態になってなお続くこのくだらない戦争を終わらせること、それが目的だ。今ここで何が起きているかを伝えたい。地上は家を失った難民でいっぱいだ。ここも例外じゃない。にもかかわらずだ、負の頭の上で戦争が続けられている。次の攻撃は来るか。分からん。だが警戒しろ。ミルト、あなたがまだ何とか大丈夫だ。
けじゃない。あいつの言う通りやれば10秒だけならなんとかなるはずだ。コネット、バカ、コネット戻れ。さあ、みんな見てたと思うがトラブル発生だ。王女様が一人でメンテナンス棟に行っちまって、しかも私たちは締め出された。どこでスイッチが入ったんだ、あのジャジャの爪。アーセナルバードがミサイルを発射。空中炸裂弾頭だ。ヘリオス到達まであと10秒。5 4 3 2、ヘリオス到達。一人で機密服を着れるのか？ヒラヒラした服を着たままじゃ。
HK より全航空機へ。2度目の砲の攻撃は不可能となった。そいつの航空機による直接攻撃を行え。 HQ、 通常の兵装でアーセナルバードを破壊するのは難しいぞ。何か作戦がなければエースパイロットがいても何もできない。時間を稼いでくれ。協議する。今から考えろってのか。避難した味方機を保持しよう。ストライダー1、敵が後ろについてる。メインプロペラ1機のテンション管理、いいぞトリガー、攻撃を継続しろ。まだしかしないぞ。 APS の準備動作だ。
するしかねえ。警告、モギー出現。あ
れは工場で見た無人機かも。行きます、地上で会いましょう。おい待て、後ろを取られた。黒いぞこいつら、トリガー最上級、何とかしろよ。スライダー2、ミサイル、ミサイル。コゼットはあれか。クソ、なんでこんなところに。コゼット、エイブリル、こっちにも来るぞ。早く難民を避難させよう。スライダー2、生きてるか。なんとかな、だがこれ以上は飛べそうにない。西に数キロ行った沿岸にオーシアの空母がある。座礁したままになっている艦だ。難しいがそこに着艦するしかない。トリガー、両機のエスコートを頼む。空母へ向かおう。今はそれしかない。味方機と識別する情報をデータリンクで送った。確認した。